はい、半負けの本家の半前岩尾先生です。行政についてですね、裁判所が特にね、最高裁判所のね、裁判所のやり方ですね、警察のやり方、これがね、一つね、私が得られたことでね、強盗にあってね、盗めなかったということでね、訴えられたんです。東京裁判所ですね。で、控訴したんですけど、東京裁判所控訴したんですけども、やられました。で、お金を取られました。罰金取られましたね。強盗盗みですね。で、来て私が粉砕したら盗めなかったということで、強盗犯に訴えられたんです。たら裁判官が、なんていうことだっていうことでね、そのね、裁判認められて私が罰金取られたんですね。で、1回は控訴したんですけども認められなかったですね。で、この裁判ね、弁護士も雇っているんですけど、私の方ね、事実上は1000万以上かかってるんですけど、私の方の負担金はね。で、向こうを立てばね、それ犯人だわ、そんなの認められないって、強盗で盗めなかったで訴えられてお金取られたんじゃたまんないよね。だけども取られたんだけど、裁判所って正義じゃないんですよ。正義じゃないんですよ。一般的な人をね、困ってる人にお金を都合するとかね、そういうのなんですよね。だから強盗に訴えられて盗められなかったということでね、訴えられて、で、強盗にお金、ね、その迷惑もかかってるわけですね、こっちね。ね。で、それでまたお金取られたわけですね。こういうことが日常、今のね、日本、世界の裁判所はやってるんですね。真っ当にやってるわけです、これ。毎日。で、警察裁判所というのはね、真っ当な裁判じゃないでやってないんですよ。泥棒して盗めなかったら訴えるし、ね。で、少しでもよこさないとダメだとかね、裁判官が言うわけですよ。ね。そういうのがね、現状で。で、その訴えてきた人ね、中国人なんだけど、これはね、それはもう刑務所にいないといけない人がいて、ね。で、裁判官もその、これ刑務所に入れないといけないわけですよ。それでね、それやってね、やったら3億円ぐらい私かかるかな、弁護士とかいろいろ雇って。それでね、そんなこと認められないで相手捕まえろだけでね、まあ3億円ぐらいかかるけども、相手全然金ないでしょ。3億円もこっち負担してね、ちゃんと正式に手続きしてね、弁護士雇って3億円ぐらいかかるんですよ。相手も何も後ないからね、もう訴え負けたらもうあとね、もう財産ないからもう関係ないって言ってね。だけどそれどん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 向こうが外こう訴えたらまた控訴するでしょ。こっち裁判料かかるわけですよ。で、 3億円ぐらいかかるわけですね。それで勝って何になります。こっち勝ってというか、私の方が正式にね、これは認められないっていうするのに3億円かかって、相手払えますか。その3、こちらの被害が一銭も払えないんですよ。
こっちにただ事務的な手続きするだけでね、こっちは犯人じゃないし間違ったことやってないっていうので裁判してもらうだけで3億円も取られるんですよ。だから途中で私、参りましたって言わないといけないわけです。それで私が罰金取られたわけですよ。何ですかっていうことでね、お金盗めなかったから被害なんですか？ね。それで、こっち正すのに3億円もかかるんですよ。相手も全力かかってきますから。ね。嘘だろうと、もう、あとないんですか？それで、こちらがちゃんと、それ認めなくて、ちゃんとやったって、相手、裁判料払えないでしょ、全然。もうこっち3億円なくなっちゃうわけですよ。相手刑務所に入れたり死刑にできるぐらいですね。だけど、3億円、裁判にかかった費用3億円、彼ら貧乏でしょ？だから、戻せないから、じゃあ私の方はもう負けましたっていうだけですよ。ね。強盗に訴えられて、ね。嘘のこと、嘘、めちゃめちゃなこと言ってこられてね、罰金取られるだけなんですね。こういう被害を私は受けてます。鉾田市の弁護士の方にも頼んだんですね。茨城県のね。それで負けてます、私は。被害を受けてます。ね。それで私、1000万円も損しましたよ。弁護士を雇うお金というか、総合的にね、弁護士も雇ったし。私の費用、ね、いろいろ事務所とかいろいろね。ということです。